これすごい狭いけどな、激狭。1軒目納品終わりまして、2軒目入るんですけども、これすごい狭いけどな、激狭。で今ね、確認しましたら、入ってくる方は入ってきますっていうことなんで、まあ行かんといけんのやろうけど、これ狭いけどな、これ厳しいけどな。10トン車入ってくる方は入ってきますよって言うけど、10トン車がどんなトラックか分かっとるんかな。4トン車と間違えてられないかな。10トン車これ過去一狭いけど、頭を思いっきし右に振って、右折でも入りにくいのに左折で入らんといけんからな。まあ行くだけ行ってみようか。チャレンジしてダメやったら引き返そう。とりあえずね、今からちょっと狭いところ行ってきたいと思います。いや厳しい、しょうがない、でも行かんといけん。
とこれ無理ですね。チャレンジしたけど無理。ちょっと一旦広いところ出よう。邪魔ならんとこ行って。Call me out, why don't you laugh? Lift me up higher, above the clouds, won't you laugh? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within.さあ、とりあえず納品完了ですね。納品完了。今回はね、別の倉庫を用意してもらいまして、そっちの方で下ろした。やっぱりね、あそこは入れんみたいで別の倉庫用意してもらった。さあ、とりあえずね、現在3時30分ですね。3時半、遅くなりましたんでね、会社まで帰る高速道路ね、見てもらいまして、全校で帰る。都市高とね、中国道と全校で帰る。さあ、とりあえずね、もうクタクタ。汗かいてから、さっきまでね、クーラー入れとったんやけど、今度は暖房ですね。寒くなってきちゃった。今回初めて、ね、納品先に入れんで、ね、対応してもらいましたよ。納品先入れんかったことないもんな。少々のところやったらね、僕全然入るんですけども、今回は無理やった。物理的に入れんかったもんな。まあ、しょうがない。とりあえずね、だから会社に帰りたいと思います。あ、疲れた。